おはよう、おいしい笑顔、ナルト魚市。バースデーボーイ、いらっしゃいませ。山下さん、今日誕生日なんやってな。はい、そうです。2月の13日。はい、バレンタインの1日前。そうですね、はい。あ、何歳ですか？45歳です。45歳。でな、山下さん、いつも最近さ、はい、YouTube がさ、いろんな人見てくれたりさ、いっぱいいろんなお客さん来てくれるやん。はい、こんだけちょっと感謝の気持ちを込めてさ、はいはい、ちょっとプレゼント企画とかしようよ。ああ、いいですね。いい？いいですよ。山下さん誕生日やけんプレゼント 本来もらう側やけど、はい、まあ、逆に皆さんにプレゼントしちゃおうっていうことでね。あ、まあ実際魚やけんさ、天候次第みたいなところもあるやん。何が入るかは分からんけど、まあなんか本時に入ったいいものを、はい、せっかくなんでプレゼントします、という企画をやりたいと思います。イエーイ、はい、拍手。はい、まあでもなんか告知動画だけもあれやけん、山下さんなんか久しぶりに魚でもおろしましょうか。うん、はい、おろしてください。はい、でな、山下さん、はいはい、このプレゼントの応募方法なんやけどな、はい、何でもいいんで、はい、山下さんの絵のファンレターでもいいし、はい、あのラジオに使ってほしかったらラジオに使えるようなやつ、はがきみたいなやつでもいいし、はい、っていうのをうち鳴門魚市まで送ってほしいなということで、はいはい、住所出ます。こちらまでドン、ドン、はい、出ました、はい、この住所まで、山下さんへのファンレターでもいいし、はい、何でもいいので送ってください。わかめやよ、やめような。わかめ、いやでもわかめも送ってあげたらええんちゃう。いつまでな。あ、締め切りが、うん、まあ、2月いっぱいぐらいかなみたいなのをちょっと考えてます。うん、これぐらいかなみたいな。この2月の29日まで。ググってわかったよ。うん、まあ一応2月末で3月1日に抽選する予定です。抹茶うまい？抹茶うまい。どんなお便りが来るかな、楽しみやな。これ山下君、どうやって食べるの？え、これですか？うん、まあ、焼いて食べる。焼いて食べる。もう焼き物も焼かんよ。もう汚れ、もう片付けるよ。いやもっと食べたかったけど、もうないな。うん、美味しいな。美味しい。おい。あ、お便りお待ちしてます。しております。うちもこんな変なものは送りませんのでね、はい、ただ美味しいもんな。そう、食べて美味しいと思ってもらえるものを送れるように、はい、頑張ります。送ります。ちょっとよくあるやつやってよ。お便りはこちらまでみたいなやつ。お便りはこちらまでお願いします。こんなんですか？これ、いや、こんなでかない。これ、あ、これぐらいな、はい、これぐらいでやな、はい、これぐらいですか、ね、あ、わかりました。はい、